皆さんこんばんは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはアイアンでございます。アイアンで何をやるのかって言ったら、最近ね、僕の動画に、最近じゃねえな、コメントでいただいた、いや、フリップしてますやんっていうやつ、フリップについて今日は語っていこうかなと思います。加藤ゴルフ TV オリジナル LINE スタンプ好評発売中。はい、でそもそもフリップっていうのは何かっていうと、手首がほどけてしまう動きです。この動きが起こるとどういう状況になるかっていうと、まずインパクト時にロフトが増えます。なのでアイアンで狙った距離が出ないっていうのもあるし、ミート率が著しく落ちてしまうんですね。ではこのフリップしてしまう原因って何なのか、フリップという言葉自体は知っているんですけども、これが出ちゃう原因について考えたことがある方っていうのは少ないんじゃないかと思います。今回はそこにちょっと目線を当ててやっていこうと思います。ではやっていきましょう。はい、ではフリップしちゃうとき、ここからこうですよね。これがフリップです。はい、これ今何が起こったんでしょうねって話をすると、まずダウンスイングの時に腰が左に流れました。腰が左に流れてしまうと手首をほどかないと間に合わなくなるので当たらないです。一回やってみましょう。はい、このようなスイングですね。このフリップしたくなければ何を気をつけていけばいいのかって言ったら、要はこの形のまんまインパクトに向かってくればいいし、手元が溜まれたところよりも左に出てしまえばいいです。ハンドファーストに打てばいいっていうことです。ただハンドファーストとは言いますが、手でも動きで作るのは NG です。体の回転で作っていかないといけません。ポイントは3つです。軸を中心に体が回せるかどうか。この体を回すという考え方は腰だけではなくて肩も動かせるかどうか。ポイントの2つ目はバックスイングの時に体の正面からクラブが外れていないかどうか。この段階で手が内側に入っていたら、これはもう振り遅れることが前提になっちゃうのでフリップするしかありません。そして3つ目、これが一番大事です。クラブを握った時に親指に力が入っていないかどうかです。この親指に力が入ってしまうと、せっかく左手右手で手首を働かせて手首の形をキープしようとしているのに、上からの圧でほどけてしまうのでフリップしやすくなってしまいます。この3つがしっかりと意識的に守られているかどうかというのが重要になってきます。ではやっていきましょう。その3点を全て気をつけた状態で、今自分ではすごくいい感じだった。これをスローモーションで見るのが怖いですね。スローモーションいってみましょう。皆様いかがだったでしょうか。今はバックスイング、トップからダウンスイングが入った時に、ここまで手元が前に出れば手首がほどけてフリップすることはないんだよというのが今回のお話の内容になります。また手元がインパクトの瞬間アドレスよりも左に出ることでロフトが立つので飛距離っていうのは伸ばせます。このダイナミックロフトっていうのが非常に重要になってきます。クラブが進んでいく方向に対してのフェースの角度、これがスピンロフトっていうんですけども、ボールが上がっていく、スピンがかかってくるっていうものにつながってきます。ですのでぜひ手でこの動きを作るのではなくて、しっかりと体の回転で作れるように練習していってください。
ということで本日の動画は以上となります。この動画が役に立ちそうだなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。